愛について学ぶ M8 招待、ごきげんよう、二等兵の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます。はい、エーリッヒ・フロムの愛するということを、うんうん、元に愛について学びましょうと、うん、まあ、その元となったのは、うん、嫌われる勇気、うん、幸せになる勇気、うん、で、まあ、愛について学ぶときはエーリッヒ・フロムの愛するということを読むといいでしょう、うん、とあったので、うん、まあ、愛について、うん、じゃあ学びましょうということで今やっております、うん、はい、で愛とは、うん、落ちるものではなく、うん、愛するっていう技術だっていうお話なんですけども、うんうん、前の動画では、うん、愛するとは与えることだっていうところまで行きました、うんうん、で今回はそのじゃあ与えるって何っていうのをちょっと考えたいと思いますと、うんうん、偉そうに申し訳ございませんでまずこの与えるっていうのはよくなんかその何かを犠牲することだなんていう誤解があるよねと、何かを与えると減ってる気がするっていう誤解があるよねっていう話があり、またその誤解の一つとしては苦痛だから犠牲を甘んじて受けるっていう行為だから与えるっていうのは美徳として考えられているところもあると。でもそれもちょっと違うんじゃないか。でまたその与えるっていうことで例えば自分の力とか自分の富とかを実感できる行為っていうこともありますよねと。その生命力の表現だと与えるっていうのはそういうことで捉える向きもある。ただそれは物質的な世界ではないかと言われていて、そのもうちょっと考えていくと人間的な領域で与えるっていうのを考えてみましょうと。そうすると自分の大切なもの、生命、例えばその自分の喜び、興味、ユーモア、悲しみっていうことを与えることもできるよねと。そうすることで他人の与えられた側の生命力が高まり、相手からも与えられる。これは例えばその教師が生徒に教える、知識を与えるっていうことで教師もこれ学んでるわけですよねと、っていうことが、そういう関係が与えるっていうことなのではと言われています。じゃあその与えるっていうことに必要な要素、とても似ている要素があるよと挙げられているのが配慮、責任、尊敬、知ですと。知というのは知ることですと。で例えばその愛っていうことに配慮が含まれているのはとても分かりやすいと。例えば母親と子供、母親が配慮を忘れてしまった瞬間に子供はちゃんと生きていけますかと。でかつ母親が配慮を与えることで母親に喜びは言ってないかっていうと、多分母親は配慮を与えて子供が笑顔になることでもう何よりも増して与えられてるわけですよねと。っていうことで配慮はとても必要だと、分かりやすいと。でまた別の例で、例えばその私は花が好きって言ってる女性がなんか花に全くお水をあげていないみたいなシーンを受けた時に、その女性は配慮があるかっていうのと、要は同じようにその愛があるのかって聞くと、なんか愛はなさそうな感じはしませんかと。でもそもそも花が好きって言ってるだけな気がしますよね。そうなんです。いやその態度に出るよと、うんうんうん、なんでその配慮と愛っていうのは同じ要素だと、またその配慮をするためには責任という面もあると、責任っていうのは例えば義務とか外側から押し付けられるものって見なされることがあるが、この責任っていうのは自発的な行為であると。その責任とは相手が何かを求めてきた時にそれに応じることができる、応じる用意があるっていう意味だよと。なんでこの責任っていうのもまた愛と同じことだと。でまた責任には尊敬が欠けていると、それが容易に支配や所有といった
責任ではない恐怖、畏怖みたいなものとすり替わってしまうと、うんうんうん、なのでその責任という言葉、うん、本当の尊敬というものは人を利用するっていう意味は全くないですよねと、うん、尊敬してないと支配とかにつながるよって話。いや、責任に尊敬が欠けていると支配や所有に堕落してしまうと書かれています、うんうん、だから愛じゃない。そうですね、アドラーにも、うん、あの子供に対しても尊敬の念を持てみたいなものが出てくるんですけど、要は盾じゃないんだよと、うんうん、っていうのは確かに出てきたなと、うん、でその尊敬の気持ちがないってことは相手を支配しようとしたりしてるってい う, っていう、はい、みたいな感じのことですかね、はい、でここで書かれているのは、うん、尊敬するというのは、うん、愛する人が私のためではなく、うん、その人のために、うん、その人なりのやり方で成長していってほしいと願うという、うん、その私はその時その人との一体感を味わうが、うん、その人ありのままの人とで一体化するのであって、うん、その私の自由になるような一個の対象にするわけではない、うんうんうん、別の人だけども尊敬して一体感を得るっていうのが愛なのではと。この自分のためではないってことですよね。そうですね、うん、でその人のために、うん、その人のためにその人のためになるように与えてあげる、尊敬する、尊敬する、はい、ことで、まあ、うん、与えることで与えられるっていう、うんうん、でそれがないとこうやったら私の言うこと聞くんでしょみたいなのは違うよねっていう、はい、同じように与えていてもみたいな感じですよね、はい、でその人をじゃあそうやって尊敬するためには、うん、ちゃんとその人のことを知らなければならない、うんうんうん、なんでその人のことを知らなければ配慮も責任も、うんうんうん、あなたのためにできるよっていうことも全て当てずっぽうになってしまいますよと、うんうん、なんでそうです、責任っていうのも、うん、あなたのためにできるよっていうのが責任で、うんうん、そこに相手に対する尊敬がないと、うんうん、やってあげるっていう行為は支配につながるっていうことですね。で、その知るということは相手を見ることだと、ちゃんと見て相手を理解しないと相手を尊敬もできないし、ってことは責任を持つこともできないし配慮もできないよねっていうことで、愛というのは配慮、責任、尊敬、知ることっていうのが表現としては似ていると。で、知るっていう行為がじゃあその愛の根本にあって、うん、知るという行為についてちょっと考えたいんですけども、うん、ソクラテスの言葉で、うん、汝自身を知れっていう、うん、ここに帰るっていうんですね、うんうんうん、デルフォイの神託に表現されていると、うんうん、これこそが心理学の根本的な動機だと、うんうんうん、でこの汝自身を知れっていうのがちょっと、私では理解できなかったので、これを見て僕はあエニアグラムじゃんって思いますっていうのは後で言おうと思ったんですけどもはい、はい、そう、汝自身を知れというのを、うん、あるここはどこの学校かな、サレジオ学院という学校のホームページに、うん、それ日本ですか、日本ですね、うんうん、あったんですけども、うん、ここちょっと読ませてもらうと、うん、汝自身を知れ、うん、これはソクラテスの言葉と思われていますが、うん、この言葉はギリシャのデルフォイの神殿の正面の額に刻まれていた言葉ですと。でこの言葉をソクラテスは座右の銘にしてよく使っていましたと。フランスの哲学者シモーヌ・ベイユはこのように解説しています。自分を知ることはとても大切なことですが、自分を変えるためとか正すことの手段として用いるのではなく、自分自身を知ること自体が目的ですと、うん、それは自分に何ができるのかを分かるために、うん、そしてまた自分を何かに役立てることを知るために自分を知ろうとしたんですと、うんうんうん、そういった意味でソクラテスは他者を知ることや事物を知ることよりもまず自分自身を知るっていうことが相手に分かりやすいんじゃないかと思い、うん、この自分自身を知れっていう言葉を推奨していましたと。そうですみたいです、ね、でこの自分自身を知れっていうのは、うん、自分に何ができるか、うん、
っていう意味ですと、なのでなるほどと、なるほど、何がかっていうと、あ、まずやっぱり自分は何ができるかっていうことを知ることで、あとは相手をちゃんと知る、見る、で尊敬する、で自分ができることをやるっていうことが、なんかお互いに高め合っていくっていうのが愛なんだなって。あの、僕たちの師匠の岸さん、はい、いるじゃないですか、はい、いるじゃないですかって岸さんですけど、よくエニアグラムの本とか、うん、心理学的な本を書かれている方、はい、書いてる、まあ、僕たちの先生なんですけど、はい、でその先生がよくエニアグラムを使って人をコントロールするみたいな セミナーとか本とか、はい、とか、まあ、エニアグラムだけじゃなくて心理学とかを使って、はい、まあ、人を操るみたいなことをよくやってるんですけど、はい、でその中で絶対出てくるのがこういうことなんですよね、はい、こう技術を学んで相手をうまくコントロールしてやろうと思って、はい、コントロールしようとしても相手は絶対コントロールされないみたいな。なるほど。そこに大切なのはこういう相手への配慮だったり責任だったり尊敬だったり、まあ、相手のことを深く知ることみたいな、この気持ちが大切だから、本気で相手のことを知ろう、相手のためになることは何だろうって思ってやっていくから初めて通用していくんだよみたいなことをよく言ってるので、今日学んだスキルをピッとどっかでやっても絶対使えませんよみたいなことを。あ、なるほど。はいはい、だって知ること、うん、そうそうそう、でまず自分を知ることってとても時間がかかりますよね。そう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 、し、まあ、相手をやっぱり好きになった時って思い通りにしてほしいじゃないですか、とかよく自分のことを見てほしいとか、はいはい、やっぱりどうしても自分にし、自分にしか見て、自分にしか向いてないというか、まあ、自分に目が向きますよね。自分に目が向いて、それも何だろう、自分の都合のいいようにっていうところですもんね、この恋愛の駆け引きみたいな。そう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 、でも本当はそれは本当の愛じゃなくて、相手が何を、相手の求めているものは何か、自分が何が、自分が何を与えられるかっていうお話です。そう。なんでこれを、これをなんか学ぶうちに、よくなんかその自分の好きな人が他の人と結婚しても幸せになればいいじゃんっていうこの気持ちで、なかなかその若い自分は受け入れがたかった、特に自分が結婚してない時とか、その相手と同じく付き合ってて別れてみたいな時って、相手の幸せなんて到底考えることができなかったんですけども、今になって思うと、まあ自分、これがちょっとまた難しいのは、自分が結婚しているからなのかもしれないっていうのがあるんですけども、今はその過去に好きだった女性みんな幸せでいてほしいと思うんですね。このなんかあれですよね、だからそこまで思えないってことは本当の愛じゃない。そう、だから そう、その時の僕は全然多分間違ってます、ただこれを今、私がもし、フリーでね、結婚してなかった時に、その本当の愛を持っているかっていう自信はないです、そこまで人間できてないんだろうなっていうのは思います。とか、あの、まあそうですね、自分の方が幸せに立っていたいみたいな、はいはい、優位に立っていたいみたいな気持ちもあったりするじゃないですか。はい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 、あ、っていうと、そこは今僕はあんまないです、ね、はい、あともちろん大したないと思うんですけど、ただそういう人もいますよね。そういう人もだから、あの、別れた瞬間、相手に対するどっちかっていうとこの怒りとか憎しみとかっていう方が勝ってしまって、相手が幸せになってるのが許せない的な人もいるでしょうし、またその、またね、その付き合い、ただお互い付き合ってる人同士で別れた時に相手に幸せになってほしいっていう人もいますよね、っていう人は素晴らしいと思います。私はなかなかその境地には僕もないですよね。あ、今は多少、今もそんなに、あの、どっちかというと記憶にない。あ、なるほど。でいう、あ、どっちでも、どっちでもいいんじゃないって言ったら、はいはいはい、まあ、過去のことはねっていう。なるほど、だから別れた当初ぐらいはなんかいろいろありますよね。あの、やっぱ負の感情は、負の感情もあったりとか、
幸せになってもらいたいみたいな気持ちもあります。僕はもうその時は全くないですけどね。自分のあいつ死ねばいいのにぐらい思ってますけど、ね、自分の立場によりますよね。自分に新しい可愛い彼女ができてとかだったら あいつも幸せになってくれればいいよ なるほどみたいな。だからそこもある意味優越感ですよね。でもまあよかった、うん、同じ汚れた人間でよかったですね。そうそうそうっていう思いはあったりとか、はいはい、だから自分が彼女ができてなくてってなると、はい、まあ、死ねばいいのとかって思うことも気持ちも分かる、その気持ちも分かるっていう、はい、なんでまあ、うん、そのただそんな人間がモテるかって話ですよね、うんうんうん、このだからそのこれ多分全方向に対する愛じゃないですか。彼女ができてこの子が好きとかっていうよりは全方向に対して、はい、でもまあそんな人は多分どこ行っても通用するのかなって逆に気持ちは、まあ、そういう世の中であってほしいなとは思いますけどね、うんうん、でもこれはこれでまた揉めそうな気もしますけどね。おというのは僕が例えばこういうすごく愛を知る人、はいはい、で、はい、彼女に対してもこうちゃんと愛を注いで、はい、違う人に対しても愛を注いで、あ、それは問題です、ね、と男がそれを言うと嫉妬する可能性は別にこう男女の関係はないんですよ、はい、もちろんで優しくしてこの人のためにいろんなことやってあげてみたいな、でもこう別に恋愛とかではないから、はい、そういう関係は全くないんだけどっていう、そういう状況でもこの人が愛を知る人だったら相手が、はい、それも分かってくれるかもしれないけどっていう世の中になるといいなっていう話、だから全員がこういうふうになればすごくハッピーな世の中、ハッピーですよね。そうだけどなかなか難しいかな、はい、うん、最近は僕は本当にもうなんか、うん、あ、誰でも愛することができるんだっていう意識だけはあります、うんうん、意識だけは、まあ、僕もあります。ただたまにカチンとくるとあの負のものが出てくるので、まだ至ってないんだなとは思いますけども、ちょっとずつまず汝自身を知れと、うん、そう、はい、あっていうのは自覚はしてます。あ、だからあれじゃないですか、カチンときた時に、はい、その人がちゃんと愛を知ればいいのに、あ、なるほどって思えばいいんですね。って思えばいいの、はい、でまず自分を知るには、うん、先ほどおっしゃったエニアグラムっていうので、うん、こういう負の感情も見つめることができるよっていう、うんうん、で自分に何ができるのかも分かるか考えることができる、うん、なんでまず愛についてとは、はい、うん、一旦ここで、はいはい、閉じたいと思います、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。